足痩せできない人は毎日やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。毎日たったの1分やるだけでですね、前ももの無駄な筋肉が減って、しっかり太ももの裏にね、意識がいくようにできますんで、今回たったの1分ですけども、30秒の2種目一緒にやってもらえたらと思います。では説明します。はい、よくですね、プランクの状態で足を上げたりとかねするんですけども、体重をこうやって支えているだけで前のももって使ってしまいますんで、今回はうつ伏せの状態でやっていきます。もう極力前のももは使わないようにするためにうつ伏せです。はい、うつ伏せの状態で両足を浮かせてバタバタ30秒をします。で、残りの30秒は膝を曲げて太ももの裏を持ち上げて足をバタバタ30秒、たったのそれだけです。この動きはですね、お尻よりも主にハムストリングを使いますんで、スクワットをしても前ももにね、意識が行きやすい人、なんかエクササイズをしてもついももの前がね、太くなりそうな気がする、そういった気がする方はですね、確実に前続けていくと前ももが太くなりますんで、裏ももばっかりをね鍛える、このようなエクササイズをやってください。では今から一緒に1分間真似しながらやってもらえたらと思います。では行きます。こういう感じです。できるだけ足をしっかり伸ばして、太ももの前が床につかないように動かしてください。あと15秒。疲れてくるとね、動きがうまくできなくなると思うんですけども、頑張ってください。はい、今度膝曲げて動かします。これはね、ちょっと難しいんですけども、頑張ってください。左右動かすのがね、難しくなってきますよね。これ効いてる証拠ですからね。あと15秒。あー、足が交互に言うこと聞かない。それがね、効いてる証拠です。あと少し。よっしゃ。痛い。叩いてください。お疲れ様でした。たったの1分。結構ね、太ももの裏とお尻に効いてるんではないでしょうか。どうでしょうか。こういったエクササイズをね、太ももが張りやすい人、背が低い人、筋肉がつきやすい人、そういった方はね、もう極力スクワットというのをやめてですね、前のももを鍛えずに、後ろのももを鍛えてください。もちろん、ももの裏とか内ももとかも負荷によっては筋肉が大きくなることがあるんですけども、足を細くしたいっていう人はですね、基本的にはだんだんとエクササイズが楽になっていくっていう感覚じゃない方が本当はいいです。要するに、だんだんエクササイズが楽になっていってるってことは、要はその運動に対して対応できる筋肉の量になってきているってことなので、いつも同じだけできついよっていう方はね、太くなりにくい方です。でもだんだんとね、10回しかできてなかったのが今度15回できるね、20回できるねっていう、そういうだんだんとねできてくるようになる人は割と筋肉が発達しやすい人なので、その場合ですね、物足りないかもしれないけど、回数とか負荷を上げないでください。5回しかできてなかった人が10回できればですね、5回多くできるサイズの足になってますから、基本的に足痩せしたい人はですね、負荷とか回数を増やさずに、きついなって思う手前でね、やめてください。なので、これぐらいの、たった1分、これぐらいのことをコツコツ続けてもらって、あとは食事のね、管理を適度にしてもらう。タンパク質取りすぎちゃうと筋肉大きくなりますから、タンパク質も取りすぎないようにして、適度にバランスを取ってもらうっていうことが足痩せにつながります。一般的にしっかり鍛えてね、足痩せできるって思ってる人いると思うんですけども、あんまりやりすぎたらね、太くなります。確実に女性でも結構重り持ってスクワットしたりとかね、あとはヒップリフトでね、お腹の上にバーベル置いてお腹上げたりとかね、ああいったことやる人いますけど、基本的に重たいことをすると重たいことに耐えれる足のサイズになってますから、
こういったエクササイズで無駄な筋肉を落とす、前ももの筋肉を減らす、でこれぐらいの負荷を継続していく、これ以上筋肉落ちないようにするっていう感じのイメージです。そういった感じでね、足痩せに取り組んでもらえたらと思います。よかったらコメントやグッドボタンよろしくお願いします。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。